ダイハツのインドネシア法人が2024年9月25日から29日まで西ジャワ州バンドン市で開催されたインドネシア国際オートショーにおいてコンパクト MPV セニアの新たなスポーティー仕様セニア ADS を出品しましたインドネシア国際オートショーは毎年首都ジャカルタを皮切りに各地で開催され 今回の西ジャワ州バンドン市での開催もその一部です。西ジャワ州はインドネシア国内で2番目に自動車販売が多い地域で非常に有望な市場とされています。そこに出品されたセニアはダイハツとトヨタの共同開発者で2004年に初登場しトヨタではアバンザとして販売されています。 現行モデルは2021年に登場した3代目で、ボディサイズは 4395mm×1730mm×1700mm、mm mm、ホイールベースは 2750mm。日本のトヨタ、シエンタに近いサイズですが、リアドアはスライドドアではなくスイング式が採用されており、 最低地上高も 195mm と高めになっています。これによりファミリー層を中心にインドネシアで人気を博しています。特に300万円以下の MPV の需要が急拡大しているインドネシア市場では、セニアがその人気をけん引する存在です。エンジンは1.3リッター直列4気筒エンジン。 最高出力 98PS、最大トルク 12.4Kgm と、1 5リッター直列4気筒エンジン、最高出力 106PS、最大トルク 14.1Kgm の2種類があり、いずれも 5MT または CVT のトランスミッションが組み合わされています。ADS は、 セニアの最上級グレードに設定されるスポーティーパッケージでフロントアンドリアバンパー、スポイラー、サイドスカートバックドアガーニッシュ、スモークガラスなどが装備されています今回ショーで披露された新しいセニア ADS はシルバーに塗られたエアロパーツやブラックのツートーン仕様のボディを採用し 従来よりもスポーティーで精悍なデザインへと進化しました。セニア ADS の価格は2億5025万ルピア約235万円から2億8385万ルピア約270万円となっています。